はい、どうも、りょうへいです。お願いします。はい、ということで、本日、モンタナスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということで、モンタナさんでしばらくちょっとね、グローブ撮影の方してなかったので、今、モンタナさんにね、こんだけある、めちゃくちゃ揃ってるグローブの中で、ちょっとね、一個紹介したいなっていうメーカーがあるので、紹介させてもらえればと思います。それがね、とりあえず今、先に言っちゃうか。アトムズ。なんですけども、じゃあちょっと1個目いこうかな。こちらです。はい。じゃじゃーん。はいはいはい。ブラックにキャメルのアトムズのグローブです。はい。これがなんといってもメーカー片付けなんですよね。メーカーの担当者の方が片付けをしてくれたグローブで、こちらが5本指仕様のグローブで、ただめちゃくちゃ小指が効くようなはめた時に思ってたんですけど、ここがめちゃくちゃ折れ曲がってる。小指が本当に効きやすそうなサードショート向けっていったような片付けをされているグローブです。程よい硬さもあり、でもね、やっぱアトムズ特有の滑らかさもありといったようなグローブとなっています。アトムズさんもね、ここにウェブ下に紐補強がされているので、まあね、あの深いポケットでずっとウェブ下のポケットで取ってても補強があるので、へたりにつらいっていうのもありますね。はい、続いてもね、これも同じシリーズのグローブで、こっちはまだちょっとね、片付けはされてないモデルのグローブとなります。逆巻きでかなりね、指でも指股はなしかなんですけれども、まあめちゃくちゃポケットが広いグローブとなっています。の H ウェブ、カラーリングとしては一緒かな。ちょっとね、ここが曲線が滑らかかなっていうような、まあまだ片付け次第全然変わってくるとは思うんですけれども、グローブとなっていて、ここがちょっと長い気がする。補給面のがほんのちょっと長めかなといったような感じです。で、やっぱね、アトムズさんの黒といえばね、ツヤがすごいですよね。本当にツヤツヤ。黒とキャメルの色の合わせ、めちゃくちゃおしゃれですよね。で、ステッチ、これ何色？茶色なのかな？オレンジ？茶色？茶色か。まあだからキャメルとちょっと同系色系、系統で言ったらっていうようなグローブとなっています。で、はい、こちらの2つのグローブが、税込みで、お値段の方が6万500円。となっています。だから高校生かな、やっぱ高校生向き、高校1年生もうポジション決まった、まあ2年生入ったあたりとかの選手たちがすごいおすすめなんじゃないかなと思います。で、こちらね、2つのグローブ、ジュテルレーザーです。まあ通りで、だからね、しっとり感とツヤ感があるグローブだなっていうのは感じたので、まあね、磨かなくてもこんだけ汚れとしてブラッシングで、ツヤが出てくるグローブとなっています。はい、2個目のグローブがこちらですね。プロフェッショナルラインプラスというシリーズのグローブとなっていて、 UR066 プラス型となっています。いや、これもね、メーカー片付け済みのグローブとなっていて、まあ、ちょっとね、閉じますね。まあ閉じないですけど、で、ここ見てください。 H ウェブに補強がされている。もしね、球際のボールウェブとかで取っちゃったとしても、補強がされているので打球負けが少しはしづらいのかなといったようなグローブとなっています。ここに書いてあります。グラブが開きやすく、中心補給を好む方におすすめのグラブ、手が大きいプレイヤー向けの型となっています。長さがね、29センチ、ここの長さが29センチなので、源田選手の分かりやすいところで言うと、源田選手モデルのグローブからマイナス6ミリぐらい、いった通りちょっと大きめなのかなといったようなグローブですね。で、ラベル見てくださいよ。これ黒にね、のシリコンラベルに若干ラメがかかってんすよね。いや、存在感、このね、オレンジ系のグローブに黒いシリコンラベル、めちゃくちゃ合うなって思いましたね。いや、素晴らしい。え、何これ、ごめん、全然気づかんかった。ウィルソンでたまにあるのかな。 H ウェブの20ロックっていうのかな、二重同士だから、ウェブに対しての、さっき言ったここも含めて、ウェブに対しての補強がすごいグローブなのかなっていう。まあ、H ウェブにしては、確かに H ウェブのグローブってどちらかというとね、広く使うっていうグローブの方が多い気がしますけれども、どちらかというとガッチリっていったタイプのグローブとなっています。これね、さっきも言った通り、型紙に UR 入ってるのね。革自体はこれ裏紙レーザーとなっているので、軽くしなやかで触り心地もいい革のグローブとなっています。だからね、はめた時のこれ多分裏側も共通なんですよね。なので、はめた時のそのしっとり感っていうのはすごい感じて、なおかつきめ細かいんで強いんだけれども軽いグローブっていったような感じです。なんで、これはもうどちらかというと、まあ革自体もね、裏紙レザーって少し柔らかくなりやすい方な革ではあるので、比較的2年生中盤から最後のグローブ
これがいいっていうような感じのを最後のね2年生後半から最後にかけて、まあ、1年間ぐらい使う状態で最後の夏にちょうどいいぐらいのね手のフィット感になるんじゃないかなといったようなグローブとなっています。こちらのお値段が税込みで5万5千円となっています。なんで少し手出しやすいかな。逆に言うとだから最後ねもう1年使うか使わないかぐらいっていうなったら、まあ、ほんの若干だけね、まあ、それでも高い買い物ですよ。でも比較的まだ手は出しやすい値段なのかなというふうには思います。っていうようなグローブでした。じゃあ最後のグローブいきますか。はい、そしてこれですよ。これすごいな。これも片付け済みだね。キャメルのグローブとなっていて、これはね来ましたよ。プロモデルラインということですよ。パー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 マーク集合サムライジャパンのね、あーデスアッシャーってことですよね。牧選手モデルのグローブとなっています。ちょっとね SNS で牧選手カラーとか、まあウェブもね実際牧選手が使ってるのって確かトンボ系だった気がするんですけど、型番としては一緒だよっていうようなグローブとなっていて、ここがちょっと狭い気しません？ここがだからポケット一点集中型っぽく見えるんですけれども、こっちにもねまあ多分メーカーの方が片付けしてるグローブなんで、こっちにもしっかりとくぼみがある。ここにめちゃくちゃ深いくぼみが1個あって、ここにもくぼみがある。やっぱセカンドだなっていうような肩をしてますね。でね、イメージで言ったら、中村翔吾選手モデル、ためいかになっちゃってすごい申し訳ないんですけども、なんとなく似てるかなっていうような、中村翔吾選手モデルを斜めに肩をつけたら、こういう寄り方な、肩をつけたら、なんかそんな感じになりそうだなっていうようなグローブとなっています。やっぱね、メーカーの担当者の方が型をつけるとメーカーのグローブの型に合った型をつけてくれるので、これもなんかスポットストレスなんか入ってきそうなね現状の型をしているグローブです。でこれもね高校生対応カラーなんで、キャメルとタンなんで高校生も使える、もちろんカラーリングをしているので、まあね未だにキャメルは人気ですので、なくなっちゃう前にぜひぜひ高校生買いに来てみてください。でこちらお値段がねこの中だったら一番高いかな、62,700円税込みですねとなっています。でね革これちょっとジュテルっぽくもなく裏紙レザーっぽくもないような革なんで、もしかしたらまあアトムズさんがねやってるその2大巨頭3大巨頭か、プラスで今、寺田もあるんでとはまたちょっと違う革なのかなっていうような感じもして、うん、なかなか面白いような感じのグローブです。はい、ということで本日はねこちらの3つプラスデスアッシャーモデル、マキシューゴ選手モデル、まあアトムズ系のね、グローブの紹介をさせていただきました。アトムズさんも今すごい使ってる選手も多くなってきてるのでね、注目のメーカーですし、ぜひぜひ皆さん特に高校生かな、これに関してはチェックしてみてください。はい、ということで、モンタースポーツさんの、リンクは概要欄にありますので皆さんチェックの方よろしくお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあっしゃー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 っしょうへい TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。